完全に包囲されてる。おい、担架をよこせ。孤立しちまった。行け行け行け。起きろ起きろ起きろ。立て。寝かせろ。もう5時だ。丸1日寝てたんだぞ。留置場はホテルじゃない。今度バーで喧嘩するときはもっとガード上げろ。なあ、コーヒーないのか。吐いたやつが枕についてる。なんとかしろ。出血が止まらない。枝を抜いてくれ。ダメだ、大出血を起こす。いや助かる。邪魔だ、下がってください。俺は医者だ。枝を抜いてから輸血すればいい。輸血する血がありません。いいから、ありったけの生殖バッグをよこせ。十分も針止めそうだ。3で枝を抜くぞ。いいな。1、2、3。よし、血が止まらない。大丈夫だ。腎動脈が切れてるが監視で止める。本人の血を回す。用意しろ。ほら早く。チュール、ね、バクだ。よし、絶対助かる。頑張れ。よし、いっぱいになったらバッグを外して血を患者に戻す。その繰り返し、バケツリレーの要領だ。火事の時のやってくれ。すごい、初めて見た。こんなのどこで。アフガニスタンだ。よし、運ぶぞ。ペースメーカーの補採動機が故障して断続的なショックを与えているんです。じゃ止めてください。できません。ペースメーカー製造業者との契約でリセットするには向こうの技師を呼ぶことになっています。だから何、技師が来るまでずっと苦しんでろってバカなこと言わないで。技師のアレクサンダーです。今マグネットモードで除細動機を止めますから。冗談、私の患者だ。だったらすぐ助けなさい。何かあったら法的に。何が何かあったらよ。今考えなきゃいけないのは彼女を少しでも早く苦痛から救うことでしょ。ほら止まった。もう大丈夫。楽になった？よかった。あとは技師がやってきてペースメーカーをリセットすれば OK だから。ありがとう先生。いいえ。どいてくれ。前を開けて。どいてください。血液検査、輸血ツーユニット。了解です。よく枝を抜いたな。ついてた。好きじゃない経験だ。無線聞いた。大奮闘だったみたいね。見過ごすなんてできないだろう。ひどいざまね、TC。ああ、胃に刺さった枝を抜いたんだ。汚れもする。その顔の傷のこと。また喧嘩。売られた喧嘩だ。買わないで。それより製薬会社へのレポート早く書いてくれる？病院の維持運営に必要なんだから、もう1ヶ月遅れてる。そうだっけ？ええ、あなただけよ。お願い、1日でいいから書類仕事のために時間を割いて。休みのために酔っ払っては喧嘩してる暇があったらそのくらいできるでしょ？ちょっと。甘えるのも大概にして。俺が甘える？そうよ。もう我慢できない。レポート出すまではしつこく。あー、欲求不満はみっともないぜ。俺よりボーイフレンドに解消してもらいな。あんたって最低のうぬぼれやね。おはよう。二人さん、またチワ喧嘩かな。あ、おや、それ彼女に？そうしたかった。飲んで喧嘩またよ。まあまあ、ジェイ、君だって葉っぱ吸って集体さらしたことあったよね。思い出した。いきなり俺に。ああ、それは昔の話。今私たちもう切れてんだから。TC、お願い、レポート書き上げてちょうだい、私のために。生後2週間、腎不全の兆候、脈拍94から83に低下。よし、俺が見る。母親の話では腎臓に先天的奇形、ここ2日尿が出ないそう。小児科医よ、むくみがひどい。エコー検査の用意急げ。いい子だ。ごめん。お手玉って外科医の訓練にいいって聞いてさ。反射神経鍛えてパターン認識能力を高める。知ってた？